はい、すみません、お待たせしました。それでは発車いたします。はい、本日納品バスご利用いただきありがとうございます。このバスは、高山駅に乗っております。到着予定時刻の方が17時31分に予定しておりますが、ただいまちょっと10分少々遅れておりますので、延着する場合がありますので、改めてご了承ください。ご利用際の近くの本社ボタンでお知らせいただきお願いいたします。ご車検は、ご利用際の近くに対処しますので、たくさんのお知らせをお願いいたします。ご利用者ありがとうございます。お待たせいたしました。前の納車バスご利用くださいまして誠にありがとうございます。
スキー場口です。 Thank you for riding with us today. This bus is bound for Takayama Nohi Bus Center. Press the button if you want to get off at the next stop. Thank you.
Thank you.
もしよかったら、補助席出してもらっても構いませんけど。ありがとうございます。
谷神社前、大谷神社前です。
場前、松の木農場前です。農費バスでは、飛騨高山と全国各地を結ぶ高速バスを運行しております。新宿、京都、大阪、名古屋、岐阜、金沢への船かけには、便利でお得な高速バスをご利用ください。ご予約は、農費バス予約センター。電話0577-32-1688になります。インターネット予約、コンビニ決済もできます。詳しくは、農費バスのホームページをご覧ください。
降りのお客様は降車ボタンでお知らせください。私は大阪ですけど、出身は四国です。あ、すごい。できたんですね。四十八代表選渋谷の湯本で、心も体もリフレッシュ。お正直、ここでお願いください。一応これも YouTube とかやってて、はい、でずっとほっといたのも北から南まで全部行けるとか、ね、そうなんですね。日本海側に抜けれるとかいろいろやってるんですよ。何点だったら出てきますか？前面展望っていう前の面で、はいはい、あの、ね、で展望で、展望台とかの、そう、前の面展望出てきますか？そう、じゃあちょっと見てみますね。再生回数上げます。お願いします。YouTube でね。そうですか。落ちております。で、あの英語で、はい、オレオレ、はい、詐欺。これがいいんですかそれ？なんでそんな話したんですか？あれがニュースで出てきたとき、これやんってつけちゃって、勢いで。勢いですか、うん、これダメなやつじゃないですか、大丈夫ですか、通報されません、ね、そしたら、ね、はい、メディアに取り上げられるときに、はい、なんか名前変えられちゃったりして。本当ですか。あ、取り上げられてるんですか。あの、ちょこちょこと。これフル詐欺じゃなくなるんですか。あの、ちゃんとそれ、あの、はい、英語で当てはめて書いてるんで、はい、で下の詐欺だけとか。ああ、なるほど。変えられちゃうんです。ちょっとショックじゃないですか。ちょっとへこむ。ですよね。そうです、金沢まで向けて。新幹線。あ
ここからも直通のバスが出てるんだよね。みたいですね。白川郷経由で。いいですね、白川郷通って。降りるんですか、白川郷行って。今回は多分降りずに、夕方から金沢で仕事なんだよ。すごいですね。仕事があるっていうのが、最初にあって、それで行こうってなったんですけど、それとも、仕事を無理やり押し付けたというか。金沢行きたいからみたいな。営業なんてこんなもんですね。からも乗らなきゃいけない、結構大変ですから。はい、知らない時とかありますか？しょっちゅうですね。もうその場合はもう一回行きます。ここなんかは1日6本ぐらい走ってるからまだいい方ですよ。中に1本とか2本とかで失敗したり、もうまったり帰ってまたもう一回来て最初連続ですね、完全に。一応そんなんで北海道の廃止になった区間の代替のやつとか、うん、結構全部揃えれたりするので。だいたいこういうのをずっともう1日も流して、うん、そしたら結構よう寝れたり暇つぶしになったりするので、自分で。すごい興味を持ってます。
がとうございました。